こんにちは、さといろです。なんかちょっとね、最近食べる動画を見るのにちょっとハマってまして、モッパンっていうのかな、なんかね、韓国語で食べる配信っていう意味らしいんですけど、モッパンの動画をちょっとカノックスターさんとかをちょっと最近見てて、ちょっとやりたいなと思って。よくさ、よくみんなに食べるのすごい美味しそうに食べるよねとか、さとひろくん食べてるとき幸せそうみたいに言ってもらえることが多いので、ちょっと食べる動画をねやってみようと思って、大食いはできないんですけど、美味しそうに食べることに関しては誰にも負けないと思ってるので今日はですね、ちょっと冬になって毎年出てくるグラコロをねたくさん買ってきましたって言っても、まあ2個ですけど。で、なんかそのモッパンの動画はさ、高いところに、ここにこう食べ物をバッと並べるわけよ。あ、もうちょっといろいろさシミュレーションしたんですけど、うちにはこのアマゾンの箱しかありませんでした。なのでこのアマゾンの箱に、いや、もう完璧だわ。うわ、かわいい。あら、かわいい。グラコロ、グラタンコロッケバーガーですね。グラコロと、あとこちら、グラコロの違うバージョンがあってさ、ビーフデミチーズグラコロで、俺溶けてるチーズは食べれるので、このビーフデミチーズグラコロと、あとはまあもちろんマックといえばポテトですね。え、これ大丈夫？高くない？ちょっと高すぎだよね。俺の顔見えないじゃんね。見たくないっていうコメントも、まあいいでしょう。今日はこう、こうは、あ、これじゃ低くない？この中間が欲しいんだけど、なんか今日挟む、あ、これ、これかます、下に。あ、いいじゃん、もういいじゃん。今シャカシャカチキンのこちら、じゃん、テリヤキマックバーガー味っていうのが出てたんで、これも一緒に買ってきました。なんで今日ポテトはシャカシャカポテトにして食べたいと思います。で、今日ちょっと違うカメラで撮ってるので、もしかしたら音とかねあんまり良くないかもしれないんですけど、ご了承くださいませ。お、あんま美味しそうじゃないこなんかちょっと帽子かぶすみたいな、ベレー帽。あー、あー、いやらしい、この置き方。感覚つかむのが大変なんだけど、初めての動画はやっぱ大変だよ。シャカシャカポテトあるある。店内でシャカシャカするとき音がちょっと恥ずかしい、あるあるですね。これはなんかいろんなさ味が、今までシャカシャカポテトだったけど、照り焼きマックバーガー味っていうのがちょっと変わってるよね。僕はもう迷わずに全力で振る派です。意外と少ないかもね、こうやって見ると。ちょっとこれ用の机買わなきゃダメだな、これ。ああ、から行くかだよね。グラコロかチーズデミグラコロ、こっちから行こうかな。真ん中から。マジテーブルが、これがグラグラすぎてやばい。いただきます。うまっ。あ、こっちの方がうまいかもしんない。麺にゴミ入った。いった。ここにデミグラスソースがめちゃくちゃ染み込んでて、一口噛むともうその甘みといい香りが口の中全部に広がって超うまい。こっちのが好きかもな。チーズの味はねそんなに感じない。俺チーズ嫌いからしてもそんなに感じない。うまっ。用でなくなった。うちからさ、里井ハウスからさ、マックまでが結構遠いのよ。自転車で行くともう片道20分とかかかる距離にあって、昔ね里井ハウスの近くにもマックあったんですけど、なくなっちゃって、で今日グラコロめっちゃこの動画撮りたかったし、グラコロ食べたかったから、あのタイムズのさカーシェアで、まあ30分で行って帰ってこれるだろうと思って借りて行ってきたのよ。マジ超ギリギリだった。返す時間に駐車場着いてめちゃくちゃギリギリで30分で往復したけど、多分マックが一瞬でも混んでたら、マックが一瞬でも混んでたらアウトだった。うまっ。そうや、シャカポテだったんだこれ。うん、おいしい。味はね、例えるとしたら
うまい棒、うまい棒の照り焼きバーガー味あるじゃん、あんな感じで結構ハーブかなんかの匂いがね効いてるかな。おいしい。冷めてる、ちょっと温めてくるわこれ。あっかっ、あっつ、出していい、ここに。意外とないんだよね、こうやって見ると。じゃあグラコロいただきます。髪にくっついちゃう。なんかこれ新しい別の方法考えなきゃダメだな、これ。いただきます。ティッシュがない、この下じゃん、ティッシュ。みんながさ、マックで一番好きなバーガーとか商品って何？俺はもうね、圧倒的チキンフィレオなんですよ。グラコロじゃないんだけど、チキンフィレオが大好きすぎて、初めて食べた時衝撃だったよね。チキンフィレオを好きになる前はマックポークってやつが好きだったんですよ。その100円で食べれるハンバーガーで、なんかね、ペッパー醤油みたいな、醤油ペッパーみたいな強めの胡椒が効いてるハンバーガーだったんですけど、もう中学生の頃とかはみんなで遊びに行った帰りに小腹が空いたら毎回みんなでマックポーク食ってた。でそのマックポークブームが俺の中で過ぎ去った後にチキンフィレオブームが来て、そこからもうずっと今もチキンフィレオなんだけど、あのサクサク感とソースの美味しさ半端なくない？みんなの好きなマックの商品、まあ、ハンバーガーでもいいし、サイドメニューとかでもいいんですけど、あったらぜひコメント欄に名前となんで好きなのか書いてください。ちょっと見たい。俺参考にさせて、それ。最後の一口いただきまーす。うん。これピント合ってた？さっき。ボケちゃう。もうここで食わなきゃいけないの、俺。難しいな、この動画。うん、ポテトってさ何本ずつ食べる？俺も確実に1本派なんだけど、あるじゃんタイプがいろいろ。1本ずつ食べる人、もうこれね、こう俺みたいな人と、こう 3本ぐらいでこう、なかなかいいねこれ。もうこういく人、もう何本か分からない、もうこう。これもいいね。みんなはどう食べるって、それだけの話。はい、ごちそうさまでした。溶けていい、溶けていい、これも。うん、机がすごいことになっているよ。はい、ということで、さとひろのモッパンまた見たいよって方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとなんか、これいいですよみたいな、これ食べてくださいみたいなね、ものあったらぜひ、概要欄に、概要欄じゃねえよ、概要欄はみんな書けねえからな。概要欄じゃなくてコメント欄にぜひよろしくお願いします。いや、美味しかった。なんか、美味しいもの食べて動画作れるなら俺は幸せだわ。ということで、また次回でお会いしましょう。バイバイ。